キヌバネドリカは、鳥類の分類の一グループである。一カノミで、キヌバネドリ目を構成する。アフリカ、アジア、中南米の熱帯の森林に生息する。柔らかく密生した羽毛を持ち、オスは緑、紫、赤など金属光沢をした、鮮やかな色をしている。一方、メスは灰色がかった地味な色をしている。樹上で生活し、地上に降りることは、ほとんどない。 キヌバネドリメの4本の後のうち、1番目と2番目が前向き、残りは後ろ向きという特殊な形状をしている。これは変態し足呼ばれ、キヌバネドリメ特有の構造である。変態し足のため、キヌバネドリカは一家でキヌバネドリメを作るとする説が主流である。しかしモーラーが、形態系統学的手法から、キヌバネドリカは、側系統仏法層目に内包されるので、 仏法層目に含めるべきだとしたのをはじめ、絹羽鳥化が仏法層目に内包されるとする様々な研究が現れた。分子系統学的手法でもこのことは確認された。しかし、後のより包括的、詳細な系統解析により、キツツキメモが仏法層目に内包されることが明らかになったため、仏法層目を拡大するのではなく、 いくつかの単系統に分割する分類が主流となった。キヌバネドリメと、キンエンナメとの系統関係は次のようになっている。は、旧仏法層目である。キヌバネドリ科には7族42種が属する。アフリカキヌバネドリ属、アジアキヌバネドリ属、ハーパクテスは、旧大陸に、他の4族は新大陸に分布する。それらの系統関係は次のように推定されている。 旧世界の三族は単系統を作るが、三族間の関係は、はっきりしない。シブリアアルクイストは1988年から1993年に、初期の分子系統学的手法である DNA、DNA 分子交雑法で六族を次のように分類したが、このキヌバネドリアカとキヌバネドリー族は、側系統と考えられる。国際鳥類学会による。 ケツアールケツアールはもともと飾りキヌバネドリファローマシュリス、マシノのことだが、スペイン語や英語では講義には、ケツアール族ファローマシュリスの総称である。さらに、アメリカ長学会は、ユプティロティス族をケツアールに含めている。ありがとうございます。